李氏春七世二十一年四月三十日は、高麗末期の武臣。モンゴル名は我らを毛布不花。李氏朝鮮を創建した李世慶の父。病号は、干祖。高麗を東北方面から抑える岩町の拠点の環境道の僧城総管府に使え、千古の役職に就いていたが、京備王が半元政策のもと、僧府を攻略した時、 立春は直ちに高来に投降した。性質の池王公祭司は中国三島半島東州人で環境道に移住して暮らしており、元々の姓は蝶であり、池王公の父の名前は蝶祖だったが、元朝の役職先後任命されたことから最歓期に改名して、その最歓期の娘が池王公である。そして立春と、 池王公祭子の間に生まれた子が、李氏朝鮮の初代王李成慶である。祖母の本願は、当州であり、当州で古朝を務めていた、最初め列の娘定宿王公祭子である。死後、王として即位した。李成慶によって、漢王、孫の三代国王大操によって、漢祖、府中部政官大王として、追巫子とされた。両母は、南道光にある定で、 池王公と共に眠っている。高来氏によると、関祖は、京瓶を5年3月に入庁して、国王に越見して、強戦鬼地、我見に有変、東女はが命という親、悟るを貸しされ、王命によって、龍移りの土民の主にされると記述するが、池内博氏は、わずか千個の美官だった、関祖が親しく、国王に越見して、教師を貸しされるとは怪しく、 さらに主偶を受けながら、行為に投与されず、喧嘩にも押されず、わずか偏京流移りの土民の主にされることが、ますます怪しく、従って、教臨後4年及び5年3月の簡素の入庁の、記述は創作であり、素心の価値がないと知り添けている。ただし池内博士は、立春が実在した人物であることは、疑いの余地がないと述べている。六端伝法は、 立春が僧城などの戦行として、元朝に仕えたが、1355年に、高麗に内容して、商府院に任命され、翌年高麗が行った僧城総侃府攻撃の際に、高麗王の命令を受けて、これを攻撃して、戦行を立て、環境道の万戸、平和氏の任命されたなどというのは、伝説として、こうした伝説は、高麗氏、大祖実録、両肥後天下等に見られるが、 どこまで史実を反映したものであるかは疑問である。と述べている。ありがとうございます。